さあ始まりました、40歳からの KBM ロケットリーグ。トラップからリセットを入れて空振ったー。ズベルが選んだグッドプレイ、ヤト君がトラップからワンタッチ、リセットを入れてノーバンでナイスシュ、ノアさんが壁からセットアップしてフリキャン入れてのリセットシュート、笹さんが壁からセットアップ、フリキャンからのリセットシュート、ナイスシュー、ホグさんがトラップ入れてフリップで伸ばしてワンタッチ、いいコントロールです。ジークさんが壁からセットアップしてシーリングでナイスシュート、いい威力です。ブースト無限のプラベで遊びました。リセット、ダブルリセット、外した。練習なら時々うまくいくんですよね。ダブルリセット入れてのフィニッシュ、もう一回リセット、1回2回3回、フィニッシュ。的さんのボールを相手がカット、的さん弾いて、スベルが繋いでナイスシュー。おーうまーこんなに綺麗に決まると気持ちいいですね。元さんの反応めっちゃ早かったです。銀風さんがフリキャンでトラップしてリセットからのシュート、曲がりますね。モジャパさんが壁からセットアップ、リセットからのシュート、3人抜きのナイスシュー。生茶さんが壁からエアドリで運ぶ、伸びる伸びる伸びる、チャンスボールをトラップして頭のせフリック、地上でキャッチしてフリック、二人抜き気持ちいい。さあチャンスボール、バックボードに蹴って反射をよく見てグラピン、ジークさんがクリアボールを追いかけてバックボードに飛ばしてバウンドのダブル、ワオンタさんが壁からシーリングピンチ、反射を追いかけてグラピン、シークさんがボールを運んでコーナーからのパス、あとは私が触るだけ。さあキックオフ、敵陣コーナーへ流れる、ブーストを拾ってトラップから真ん中へ、シークさんナイスシュ、シークさんのボールを相手がカット、そこからのナイスパス来た、相手のクリア、エアリアルでトラップして壁からワンタッチからのシュート、ちょっと弱いけど入りました。ヒートシーカーしました。生茶さんがひねりを入れてのナイスタッチ、生茶さんのクリアに合わせて飛んでここだ、そのまま飛ばされてハイファイブサンキュー。さあキックオフ、強く飛んであとは私が決めるだけ、ジャンプでプレッシャーかけてブースト拾って味方のクリアをつなぐ、最後は生茶さんのナイスシュート、生茶さんのクリアからの一人リダイレクト、決まった。ルーズボールを生茶さんがトラップしてマスティフリック、うまいですね。オグさんの流したボールをフックショットでコーナーへ、オグさんのナイスタッチ、 1v1、 トラップからワンタッチして引きつけてからのワンタッチ、うまく抜けました。相手のクリア、反射をよく見て転がす、母さんがつないであとは私が決めるだけ。さあキックオフ、流していく、ケケさんがミドルへ、オグさんの高速ゴロシュート、いいタッチです。オグさんがトラップしてミドルへ上げる、ケケさんがディフェンダーをバンプしてゴールはガラ空き、ケケさんが地上へ宿りで相手をかわす、飛んだけど触るのかな、触んないのかな、触んない、誰も触りませんでした。影分身いや、キランボマトさんが壁際で50、
リターンして来週、ノアさんが壁からリセット、マスティでナイスパス、ジークさんがうまくかぶせていく、相手のクリアしたボールをパワーショット、気持ちいい、ラスクさんの命がけのパス、ジークさん飛んでキワキワを押し込んでいく、壁際のボールをカット、相澤さんのクリア強すぎる、このボールを前へパス、強すぎたか、これをサクさんが上げる、あとは任せろ、さあディフェンス急いで戻れ、ブースト拾って、うーんここだ、ちょうどいいゴロボール、トラップして空中でワンタッチ、相手のパスをオグさんがカット、ケケさん飛んでナイスタッチ、高く跳ねたボール、相手のシュートをジークさんがナイスセーブ、これをクリアするとそのままゴールへ吸い込まれました。最後までご覧いただき本当にありがとうございます。高評価やチャンネル登録してもらえるととっても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。